まあ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 お客さん乗ってますね。あ、でも3両目が全然誰も乗ってなさそうか。さあ、じゃあ西藤原まで行っちゃいましょう。また涼しい涼しい。なんでちょっと車内見ますか。隣の車両まで全然人がいなくなっちゃいました。こんな感じでね、電車走行されすごいですね。これは西武線で走っとった時のやつですね。だいぶ時代を感じますけど、今でも現役、どっちも現役っていうのがすごいですね。これで西武新宿線、それは西武のやつが西武って書いてるのはおかしくないですね。ここ三義鉄のような近鉄って書いてあるのが不思議という。ああ、三密の案内なんかもこんな風に出てますね。キャンプ遊びはこれですね。今やってるやつ、こちらこちら専用出して一枚お渡ししますと。あ、さっきのやつの折り返しが来ましたね。ホビーライキと、それもセーブか、ね。結構いろいろありますね。もうちょい、一人、あとちょっとゆっくり読みましょう。こんなってもらって。あ、どうしますかね。発車したらこれ、Nゲージなんかもあるんだ。誰も乗ってないからって結構、すっかりと取らせてもらってますけど、小4って。広告もなんか歴史感がありますよね。どれくらい前にスピード出るんだろうね。40キロ。乗ってると揺れがねすごいんで、だいぶ電気のコモと音がしますよね。ですね。すごくスピードが出てるような感じはあるんですけど、ここら辺もちょっと先行感あったんですね。60ぐらいですかね。60は超えないのかな。目線系はいいけど、やっぱ60が60キロ制限って書いてあるね。さあ、東藤原、この駅は多分降りることがないんで、軽く説明しておくと、こんな風にね、いっぱい席が並んでますけど、まあ、この駅のターミナルになってるんですよね。奥にもちょっと見えますよね、セメントのやつが、石灰石のやつがね、フライヤシオより炭酸カルシウム製に音になってますよね。ということで、この駅はどちらかというと、まあ、目の前に集落はありますけど、貨物駅の様相が強いということでね、今日はちょっとこの後の工程の都合上、ここはあまりじっくり見れないかなと思うんで、今のうちにちょっと結構曲がってるんですね、駅通ってみると。太平洋セメントのやつがあって、さっきね、ちょっと ED400 とついて、しかも10連で動かすっていうのが面白いですよね。で、こんな感じでザーッとあって、はい、分岐してきますよね。
下の先が太平洋セメントさんの工場の方にね、採掘工場の方に続けてるのかな、うん、ただこの辺りは珍しく貨物船ですけど電化されてるんですよね。ちゃんとそうです、 JR の四日市周りは貨物は非電化ですからね。これもユニークな特徴じゃないかな。なぜか普通なんですよ。あ、止めてあるわ。ここがここが積み込み場になってるんだ。バーッと世界石油が運ばれてくるんでしょうね。お、なんかやってるぞ。なんかやってる。 H ゲージか。さあ、はあ、暑いぞ。さあ、着きました。ってことで西藤原駅到着しました。なんかこんなイベントやってるんですね。へえ、あれ H ゲージって言うんでしょ。ここにも機関車飾ってあるんですね。機関車のような音がしますけど、さっきあそこの H ゲージでしょうね、多分。で、これが ED222系。こんな構造なんですね。すごい、H ゲージ用の転車台なんてあるんだ。面白いな。ということで、西藤原駅に着きました。こんないろいろあるんですね。あれ前からあったんかな。ということで、まあ、中里ダムとか書いてありますけど、まあ、いなべ市はいなべ市なんですけど、藤原町ということでね。さあ降りてきました。暑い、すごい線路もうここは塞いであって面白いな。よいしょ。あ、すいません、お願いします。あと、なんかスタンプラリーのやつ押したいんですけど、はい、さあ、押していきましょう。よし、押せた、押せた。よし、ここにあるけど、とりあえず先にこっち取っていこうかな。西藤原駅ね。こっから連絡用の切符買えるみたいですけど、あれなんですね、硬券で売ってるんだ、近鉄雪のやつが。そういう意味では全部友人駅、あれで硬券で売ってるんですね。珍しい。西藤原勧誘民局なんかもあります。四日市から往復で使ってもいいかもしれませんけどね。あ、でもそらいくらなんだ、ここ近鉄までいくら、四日市までいくらやったっけ。14時12分、意外と早いな。次逃して15時11分までね。あ、ないんか。はい、ちょっと取らなあかんけど、770円とか、560円やから1120円。普通に往復するだけやったらあれかな。まあ途中で降りたりしたらね、また変わってきますから、お得かもしれませんね。さあ、で、ここら辺もよくパーカーのライトとかやっとって、ね、駅前もいろいろあるし、結構お子さんとかも見えてるんですね。まあこういうなんか遊べる施設とかもあるんですね。あ、いいですね。あ、これだけね、広々としておるって開放的でしたらね、3密の心配もね、薄いですし。見えてると。あ、出そうだ。肝心のターミナルやらないといけませんよね。駅前の売店とかさすがにないのかな。うん。そこはお手洗いになっておって、で、そのまま液体になっとるって感じみたいですけど、駐車場電車の方で乗り換えます。登山の方は旧小学校前にあるんですね。ちゃんと用意してあるのがさすがですね。この辺は川越自動車学校なんですね。さあ、なんて言っとったらもうあっという間に来ちゃうみたいなんで、ターミナルなかったかな。
本当はちょっと下の方も見たいですけど。よいしょ。あ、すいません。お願いします。そうそう。本当はもうちょっとね、ゆっくり見たいですけど、また、おいおい来ます。一応この先が、切れてるね。ちょ、あ、一応ある。あるね。ありますね、ありますね。はい。ちょっと、バンで撮りましょう。はい。ターミナル。ということでね。はい。ターミナル撮れました。撮れました。よし。さあ。どうしようかな。伊勢八田までとりあえず戻ってやり込みましょうかね。まあこの辺りも蒸気機関だったような名残なんかな、これもね。歴史はある駅ですからね。すごい。しくじわだね。これ消したのは稲部郡が消してありますね。稲部市に変わっちゃいましたんでね。大ガイドなんですね、浅めで言うと。そんなもんかな。前は山が乗られるみたいやし、後ろに乗ろうかな。本当はもうちょっとゆっくりしたかったところですけどね、ちょっとすいません。言うと北先生の方まで回ろうと思ったらね、時間がね、明るいうちに回ろうと思ったらね、ギリギリなんですよね。いや、もうね、30分とかで来るんでしたらいいんですけどね、ちょっとまるっと1時間空いちゃうみたいなんで、こっから。ちなみにこんな感じで、山岐線が15駅で26キロで、北勢線が 20.4 キロ。で、期間も全然違って、西向きだけ無人駅なんだ。ほとんど有人駅なんですね。そしてこっちは、ね、これから乗る人ですけど、ほとんど無人駅ですよね。色々は添えてますけど、全然、歴史的なものが全然違う電車になっているので面白いですよね。じゃあとりあえず伊勢八田まで行ったらいいのかな。よし。